おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文雄が、今日も皆様にコミュニケーションに絡むワンポイントテクニックをお送りしたいと思います。高野文雄の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は10月は30日水曜日ですね。秋晴れのとてもいい日です。今日はですね、衆議院議員の結果の総括とですね、これからこの日本がいい国になっていくには選挙制度を変えなければならないというですねテーマで発信したいと思います。はい、このほどですね自民党が惨敗しました。そしてですね自民党と連携を組んでいる公明党がですねやはり惨敗しています。すなわちですね自民党と公明党自公の連携がですね国民にですね大変批判を浴びているということです。はい、自公連がですね衆議院の過半数を占められないので、これからはですね多分私の想像ではですね国民民主と言いますかね、組んでですねすれすれ過半数を取ってですねよたよたしながら政治で決着がつけられていくと思います。多分ですね、国民党がですね、自民党と公明党の3パーティーが連携してですねやっていくでしょうが、これからですね、新しい、素晴らしい党がですね、立ち上がりましたので、例えばですね、令和新選組とかですね、参政党とかですね、日本保守党とかですね素晴らしい党が立ち上がりましたので相当日本は良くなるでしょうが、はい、私の結論はですねこの総選挙区制は、まあ、それはそれなりに、いい効果を出しているとは思いますが、本当にこの日本のですね政治を良くするにはですね選挙のやり方を抜本的に変えなければダメだと思います。今のような総選挙区制でですね、各個人が投票所に出向いて投票するような状況でやっていけばですね多分自民党とかですね民主党がメジャーを取ってですね運転するでしょうが、自民党もですね民主党もですね同じようなものだと思います。もうその地元のですね有力者有力企業とつるんでですねその各地のですね利権政治がいつになってもまかり通ると思います。すなわちですねバックを持たない若い者とかですね一個人のですね素直な真摯な意見が国政に通らないと思います。じゃあそれをですね改革するにはどうしたらいいかとです言うとですね私はですねすでにですね、若者はですね、スマートフォンとかインターネットをフル利用できるようになってますのでスマートフォンで間違いないように投票できるようにしたらいいと思います。多分ですねそのような要求はこれからどんどん国民特にですね若い者とかですね中年の人から湧き起こるでしょうから、スマートフォンでパッとですね投票ができるような制度が将来的にはできると思います。そうなるとですね地元の有力者とかですね
企業のバック、あるいは組織のバックで、銭金にですね、バッチリとその掴み取られてしまっている欲しい、本当になってもらいたい議員というのが選ばれないままずっと進むと思います。みんなのですね、本当の真意が反映されるような選挙が行われてですね、きちっとした民主主義がこの日本に確立されるにはですね、私は SNS、 インターネットでですね、投票できるようなシステムがいち早くできることを望みます。というのはですね、私は田舎は伊豆大島ですが、伊豆大島に行ってですね、私はもう70になったばかりですけれども、70以上の人たちと話してもですね、新たにできた、例えばですね、参政党とかですね、山本太郎とかですね、新しくできたですね、保守党っていうのができるんだよなんて言ってもですね、日本保守党というのができるんだよって言っても誰も知りません。多分ですね、日本の地方行けばですね、誰も知らないと思います。というのはですね、地元の有力者、意見が割と通るですね、自治会の会長とか副会長なんかはインターネットを全く使ってませんから、正しい情報、世界の情報、もちろん国内の情報が伝わってないんですよ。というのはほとんどですね、マスゴミと言われてますが、メジャーなマスコミが真実、国内の真実、世界の真実を伝えてませんから、まあ一部の企業とかですね、国際的なメジャーな企業の言いなりになってですね、アメリカの CIA のコントロールとかですね、中国共産党の 裏からの力ですねにコントロールされて、マスコミがですね、きちっとした情報を流せなくなってますから、まさにですね、80年前の大政翼賛会みたいなですね、80年前の朝日新聞のようなですね、全く国民にですね、本当のところが知らされてませんから、真実がわからないんですよね。本当の日本の国情とか世界の国情を知った上でですね、そのためにはこの人に投票してこの人を代議士にしようというですね、システムが確立されなければならない。その日がですね、来ることを私はですね祈ってますが、インターネットのですね、パワーでですね、そういう選挙のやり方が多分早い時期に確立されていくだろうと思います。というのは、一般の若者とかですね、もう一般の人たちのですね、年寄りの有力者じゃなくてですね、人たちのパワーがもう爆発しそうになってますのでね、はい、一つの例はですね、この投票率ですよ。 50% ということは2人に1人ですね、もう政治にうんざりしているというかですね、投票したってこの国は変わらないと思ってますので、その考えが変わる日がですね、素早く来ることを祈ってます。はい、今日はこのあたりにしておきましょう。さようなら。